ブルーのホルテラーノは、スペインの陸上競技選手。オーストラリアのニューサウスウェールズ州、ウロンゴン出身。専門は短距離走。100メートルと200メートルのスペイン記録保持者。科学者である、スペイン人の両親のもと、オーストラリアのニューサウスウェールズ州ウロンゴンに生まれた。両親はスペインで生まれ育ったが、仕事の関係でオーストラリア、そしてカナダに移り住んだ。 オンタリオ州バーリントンで育ったホルテラーノは8歳の時に陸上競技やアメリカンフットボールを始めた。2009年、カナダにあるアサンプションカトリック高校を卒業。高校在籍中には2009年のオーフサ選手権、男子100メートルで4位に入るなど活躍。また、アメリカンフットボールにも取り組んでいたホルテラーノは2007年にチーム最優秀守備選手賞を受賞した。 2013年8月、シニア世界大会デビューとなったモスクワ世界選手権では男子200メートルと男子400メートルリレーに出場。男子200メートルは予選をスペイン新記録の20秒47で通過して準決勝まで進出した。3層を務めた男子400メートルリレーでは予選で38秒46のスペイン新記録樹立に貢献したが、 決勝進出には0秒0後届かなかった。2014年、コーネル大学を卒業。大学在籍中には、世界選手権などの国際大会を経験した。国内大会では、IB リーグ選手権の男子100メートル、200メートル、400メートル、400メートルリレーで優勝を経験したほか、全米学生室内選手権、男子200メートルで7位に入るなどの実績を残した。 2016年6月23日、ミーティングマドリード男子100メートルで10秒08、10秒06と2レース連続でスペイン新記録を樹立。アンヘルダビド・ロドリゲスの持つスペイン記録を8年ぶりに更新し、スペイン人初の10秒0台に突入した。2016年7月8日のアムステルダムヨーロッパ選手権。 男子200メートル準決勝を20秒39のスペイン新記録で通過すると、決勝では20秒45とタイムを落としたものの、チュランディ・マルティナについで2位に入った。その後、マルティナはレーン侵害で失格となり、ホルテラーノが1位に繰り上がった。これはスペインがヨーロッパ選手権のショートスプリント種目で獲得した。 初のメダルであり、スプリント種目で獲得した初の金メダルでもあった。2週間後のロンドンアニバーサリーゲームズ男子200メートルでは、自身の持つスペイン記録を20秒18に短縮した。2016年8月、オリンピックデビューとなったリオデジャネイロオリンピックでは、16日の男子200メートル予選を20秒12のスペイン新記録で通過。 翌日の準決勝でもスペイン記録に迫る20秒16をマークしたが、決勝進出には0秒06届かなかった。2016年9月5日、いとこの運転する車で、マドリード郊外の高速道路を走行中だった午前7時ごろ、居眠り運転をしていたいとこの車はトラックに衝突。助手席に座っていたホルテラーノは、右手に深刻な怪我を負った。2017年、 事故の影響でシーズンを棒に振ったが、11月には久しぶりにスパイクを履いて、室内300メートルをテストで走り、33秒2をマークした。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。ありがとうございます。